3月の14日です。今日はですね、見ての通りほうれん草の収穫ということで、もうかなり大きくなってます。年越しほうれん草ですからね、結構甘いんではないかなということで、思ってます。これの大きいやつだけをちょっと収穫して、あとちっちゃいものについてはもうちょっと大きくなってから随時やっていくということで、ちょっと片手で撮影してますので、非常に見にくい画像になってるかもしれませんけど申し訳ありません。こういうふうに枯れた葉っぱを取り除いて、バケツの中で根っこを洗ってやると、今年というか今年ですね、1月に、こういった寒波で葉っぱがちょうどこれですね、これ枯れてますでしょう、枯れたんですよ。だからちょっとすごい心配だったんですけど、まあ枯れたやつもあるんですけど、まあこれだったらなんとか出荷ができるのかなというところです。ただやっぱりね、発育状況がこの右側と左側、右側はねナスビの後に植えたから肥やし気があったみたいですよ。で左側はやっぱり肥料分が足りなかったから生育がちょっと悪かったので、まあこれから、まあ、ちょうどいいバランスかもしれませんね。追肥をして液肥で、でこちらの右の収穫が終わった頃に左をやっていくということでちょうどいいかもしれない。ほうれん草もいろんな種類がありますので、今まではそのまあ種苗店に行って種をまあ適当にというか何も考えずに買ってたわけなんですけど、いざやっぱ販売するということになると、やっぱりねこういうふうに見ても分かるようにほうれん草自体がそうと立ってます。だからやっぱり葉っぱが汚れにくいとか、そういうメリットがあるのかなという気がします。今日はね放送もちょっとこの後映していきたいなと思ってるんですけど、パッケージに。ラベルを入れるようにしようかなと思ってます。あとできるだけ農薬は少なめにということで今年はやっていきたいなということです。そして美味しい安全で、安心な野菜作りになればと、それであと安くこれが一番大事ですね、お客様にとっては。安くを今目指してます。直売所に出さずに無人市でやれば、その分のコストはね下がりますので、基本的に100円かなと思ってるんですよね。だいたいお野菜自体がね120円から180円の間ですか、刃物で言ったら、まあ、なので僕は直売所に出すときはやっぱりそれぐらいの値段で出さないとなかなか利益が取れなかったんですけど、今度はね無人地でやるということになればその分安くできますので、出す手間も少なくなるということなので、気
基本的には100円にしてしまおうかなと思ってます。あれね、ベトナムの人なんですよね、自転車で。ああいう方がね買ってくれればなとあとまあここの周りは結構あの住宅街ということで、あのアパートがたくさんありますので、その辺の需要も見込めるということです。収穫が終わりました。ちょっと泥がついてますので洗います。やっぱり路地はどうしてもね、雨とか当たりますので、はい、綺麗になりました。包装の方に入っていきたいと思います。ちょっと濡れてましたので乾かしました。だいたい1束 300g。 300はちょっと多かったかもしれない。やっぱり 280g ぐらいがちょうどよかったか。まあいいでしょう。買って喜ぶのはお客さんですから。さてと、ここからが ラベルを作りました。白、やっぱ白が入るな。今回は白にしよう。
これは目立つわ。こんな田舎でこんなラベル貼ったらびっくりされるかもしれん。まあ、買いに来るあの年齢層の方はだいたい60から80代の方ばっかりですんで、年寄りばっかりですんで、多分この意味がわからないかもしれない。ちなみにこれあのQR コードを認証すると出た、こういうふうにあの僕の YouTube の動画にたどり着くという仕掛けになってます。容器を入れる理由っていうのはムグラ対策です。やっぱりムグラにこんな感じで食べられるというリスクがあります。素晴らしい。よし、と。ということで、今日の動画を終わりたいと思います。今日はほうれん草の収穫という動画でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。